秋元彩花さんとパンピーさんね、ご結婚というニュースが飛び込んでまいりました。早速ね、占ってみたいと思います。秋元さんの生年月日は分かるんですが、パンピーさんの生年月日が分かりませんので、秋元さんの運勢と、そして、入籍ですね、6月20日ということでね、やってみたいと思います。出した瞬間、大草原の小さな家ですかね、そんな感じですよね。隠遁生活みたいな感じですよね、これで見るとね。月相27層ね、本当に全部で28層なんでね、本当に光を失っていく、月ですよね。で、本来はならばね、その月のエレクショナル、あの結婚のエレクショナルって、あの新月、光をね、膨らんでいく方の月を使うんですけども、ね、これはあのその逆でね、ほとんど失いかけている時にね、まあ入籍しているというね、珍しいケースなんですけども、何かね、やっぱり隠遁生活ですかみたいな感じはイメージはするんですよね。静かな生活、そういったことでね、あの結婚することによって、あれなんか静か、なんか外にも出なくなって、なんか2人で静かになんか話、あの暮らしてるよねみたいなね、そういう方やっぱ多いですのでね、あのそれを望んだのかなとね、思いました。で、まあ、ちょうど皆さんもご存知の通り、6月21日夏至の日ですよね。夏至に日食、ね、しかも金環日食ということでね、起こりました、ね。これはなかなかそうないことですのでね、あの非常に珍しい月食、ね、しかもこれはね、チベット、まあ中国チベットですかね、そのネパールとかそのね、あの山脈の上の方にね、ちょうどぴったりそこの位置にありましたので、そこでのその何か問題とか、いろいろあると見ていいということなんですよね。まあちょっと話はそれちゃいましたけどね、こういう結婚っていうのはね、あの本当に静かな結婚ね、落ち着いた結婚ね、まるで仙人になったようなね、山奥に大草原の小さな家ってね、感じがします。で、特にね、見るのはね、太陽と月ですけど、太陽はね、火星とスクエア、ね、それに反してパンピーさんは忙しくなるっていうね、大変でございますが、頑張ってもらいたいと思います。それに対してね、秋元さんの場合、月、火曜星、ね、まあ、スクエアということで、何かね、やっぱり信仰のある生活、そんな感じですよね。静かにね、何か信仰しながらね、ロザリオを祈りながらとかね、そういうようなね、感じの月でございます。もともとはね、秋元さんって月土星豪雨でね、まあ、非常にしっかりしているね、金星とオポジションね、だからまあストイックな感じもあれば、何かもうじっと我慢してね、じっくり我慢してね、そして、何か思いっきりこう何かやるね、もうダイエットもね、もう極限まで絞って絞って、で、なんかバーッと伸びちゃうみたいなね、そんな感じ、ご褒美だって言ってね、やっている、こう交互にやる感じですよね。ですのでね、やるときはやるね、まあ遊ぶときは遊ぶね。ちょうどね、あの幸喜さん、そうですよね、
大木さんの場合ね、やっぱりしっかりやることはやってね、褒美もすごい豪勢にっていうね、そんな感じで、ファーストクラスみたいなね、ファーストクラス乗るんですかみたいなね、あの乗るんですって、大木さんは乗るんですみたいな、そんな感じです、ね、もともとそういう感じで、で秋元さん上げまんですんでね、非常にね、男性を出世させ、ねまあ、支えていく、ね、そういうような感じですよね、うん、ですからまあ非常に男性にとってはね、上げまんということになります、ねですからね、まあ唯一ねそのあんまり寂しいっていうこととあと月がね、ちょっと、まあ、ボケてるって言い方しますけどボケボケって言いますけどねあのもしもしみたいなね、なんか夢と現実の境がないようなね、そういう人多いんですけどねそういうこととねまあ霊的トラブルなんてね言い方もしたりしますけどね、それ2つ目ね3つ目、やはりね、まあなかなか忙しくなってくるっていうねあのもう喧嘩越しのようにやってやるねやっていくっていうねだからまあ太陽と月なるべくねそのまあ穏やかにしてやるっていうことなんですかでまあこの日を選んだっていうことはまあそういうことでね試練に立ち向かうぞというようなねことですのでね、まあ今後見守ってい、きたいと、思います、とにかく結婚おめでとうございますね。パンピーさんのね、出生あまあ生年月日分かりましたらねまた相性の方もやってみたいと思います。それではさよなら。